始め。はい、どうもアキトントンです。今回はまあ最低でも50点取りましょうよ、展開と因数分解っていうことでやっていきます。展開と因数分解のこれできないやばいねっていう問題を8問だけやっていきます。問題はこの8問です。動画止めてめちゃくちゃ解いてからやってください。絶対解いてください。嫌やったら解説だけ聞いてください。じゃあ具体的に解説やっていきます。アキトントン。はい、展開の4問やっていくねんけど、 5A プラス B プラス 8A2 乗マイナス 4AB マイナス 4A、 これどうやって計算するのって言ったら、計算はまずは絶対どこからって言ったら掛け算とか割り算な。括弧の中もそうやねんけど、括弧の中は今回計算できんから割り算から先にして OK。 そしたら、8A の2乗割る 4A やから 2A な、ここは。でこっちはマイナス B といける。でそれをまず書くと、そしたら 5A プラス B プラス、ここが 2A で、マイナスの B なの。 OK。 であとは文字と文字、 5A と 2A、 B と B を計算するだけやねんけど、こことここ消えるからこいつらだけで計算する。 OK。 で僕計算ミスせへんためによく、その文字、同じ文字を丸で囲ったり同じ文字を四角で囲って計算するっていうことは、まあテクニックというか工夫としておすすめしてます。 OK。 そしたら丸同士で計算すると 7A ってすぐ出ると思うからな。 OK。 で四角同士で0と、つまり答え 7A な。いける。で次からが展開公式、2乗の展開よく間違えんねんけど、みんな、X の2乗プラス 16Y の2乗じゃないで、2乗の計算をっていうのは、まずこっちの2乗、それは大丈夫やと思うな。 X の2乗、それで X とここの数とここの2を計算する。OK。 掛け算すると 8XY な。 OK。 それで最後 4Y っていうのの2乗、つまり 16Y の2乗になると。いける。この2乗の展開公式間違える人多すぎです。ここしっかり頑張ってくださいね。でその次 X プラス 3X プラス 7、 めっちゃ斜めってんな。そしたらこれ展開したいねんけど、左が同じで右が違う時っていうのは、まあ、まずは左のやつの2乗と、でその次にこことここの足し算、3足す7は10やな。それでこの X 左のやつをつけねんな、10X で、最後はこことここ違うやつら同士の掛け算、7321。 OK。 で次これ 5A プラス 2 5A マイナス 2、 左と右が同じ同士な、 5A5A22 で、で和と差、プラスとマイナスで違う時っていうのは2乗の差になるんですよ。両方2乗して引き算したやつが答えと。どう？うわ簡単やわってなった？ちょっと難しいってなった？どっちもおると思うけど、次は因数分解見てくれ。アキトントン。はい、因数分解の4問な。 X2 乗プラス 9X プラス14どうする？因数分解っていうのは僕いつも手順に教えてんねんけど、まあこの表、共通因数をまず探す、でなかったとしたら公式探すねんけど、公式の使い方としては後ろを見るな、一番最後の項を見て14っていうのの組み合わせを考える。 1×14 とか 7×2 とかやな。でそいつらで真ん中のやつを表すねんけど、7と2を足したら9になるから、それで因数分解完了と。 OK。 X プラス 2X プラス7っていうので因数分解完了ような。いける。でその次これどうすんのって言ったら、そう共通因数やで、ね、みんな共通因数忘れすぎ。 2x っていうのが両方におるから、 2x でくくったらその 2x 以外のやつが残んねんな。 OK。 それで中見たらこいつ因数分解できるかな、もう無理そうやんな、だからおしまいと。じゃあ次これどう、スパスパ言ってんで、36-x の2乗と、なんやねんこれってなるかもしれんけど、2乗引く2乗の形やで、2つの項の時はよくこういうのもあります。 OK。 もちろんまず共通因数から考えねんで、なさそう。そしたら、公式やねんけど、2乗引く2乗っていうのは2乗の元、つまり6やで、36とか書いてあかんねん、6足す X、 6引く X な。いける。もちろん最初に6引く X、 6足す X って書いてもいいです。これで答えと。じゃあ次これどう、共通因数考える、ない、ないやんな、共通因数。じゃその次に公式やねんけど、最後の項を見る、64やんってなってほしいんだよな。平方数、何かの2乗やったら、基本的に何かの2乗が最後に来たら、そいつの、2乗のこういう因数分解の形になる。OK。 葉っぱ64やから、ここに8を置いた2乗のやつ。で、最後の確認のために、8と2かけて、ここの真ん中の数字になるかなっていうのを確認すると。OK。はい、どうですか？ちょっと早すぎた？分かったと思ったら、もう一回見直してくださいね。はい、今回はこんな感じ。どうでしたか？まあ50点取れるかの確認法って言って、この8問できんかったら50点は厳しいかなって思います。で、めちゃくちゃ早すぎるわ、アキトントンって思った人っていうので、もっと勉強したいなって思う人は、僕展開とか因数分解の基本的な動画、めちゃくちゃ長く詳しく説明してるから、これを見たら完璧になるとは思います。それの確認のためにもう一回これ解くとかもありです。この動画のなんか URL とか、高評価とか押して保存しといて、テスト前にもう一回確認のために、最低50点を取るためにこの動画を見るっていうのもありです。で、まあ、もう一回ゆっくり解いてもらうために問題と答え貼るので、ぜひ復習してください。
この動画が良かったと思ったら、高評価お願いします。チャンネル登録してない方、ぜひしてください。で、まあ、そうやね。この動画レベルぐらいはできるようになってくださいね。因数分解に関しては、ちょっとずつ3問ずつぐらい結構難しめな問題っていうのを扱ってる動画あるんで、ぜひ探ってください。隣のあきとんとん .com にいっぱいあるからね。バイバイ。